ドラゴンスープレックスはプロレス技の一種でスープレックスから派生したものである。フルネルソンスープレックスとも呼ばれる。日本名は飛留原爆固め、破壊締め式原爆固め。田中博史によるドラゴンスープレックス藤並達次が初公開したフィニッシュホールド。技名は藤並のニックネームドラゴンが由来。 過去に全日本プロレスでは新日本プロレスが発祥の技を敬遠する傾向にあったため、フルネルソンスープレックスと呼称していたが、近年はプロレス団体の増加と交流が盛んになったため、名称は使用するレスラーの任意となる傾向にある。また、新日本でも藤波が新日本を退団して、以降はフルネルソンスープレックスの呼称が多く用いられるようになった。相手を 背後からフルネルソンの体勢に捉え、後方に反り投げそのままブリッジで相手をホールする。投げられた相手は腕と首を極められたまま首から叩きつけられるため受け身を取りづらくホールを返すことが困難な技である。落ちる角度が急なため危険度も高い。藤波達次はアメリカ修行時代にカールゴッチから強靭なブリッジ力があれば、 フルネルソンの体勢からでも投げられると言われたことがヒントになったとしており、本来は相手の頸椎を痛める攻撃であるため、ブリッジからのレフェリーストップが目的の技だったという。ダメージを与える箇所は後頭部、背中、呼吸器であるとされる。当初はそのブリッジを利用してフォールする技だったが、後に投げっぱなし、指揮も使用されている。 1978年1月23日、WWWF の MSG 定期戦において、藤波達次がカルロス・ホセ・ストラーダを相手に初披露、ピンホールを奪って、WWWF ジュニアヘビー級王座を獲得した。ついで同年3月3日、外戦帰国試合におけるマスクド・カナディアン戦で日本初公開。ファンや関係者に大きな衝撃を与え、 ドラゴンロケットと共に当時のドラゴンブームを牽引する技となった。1980年3月、この技を受けたアンヘル・ブランコとマンド・ゲレロが立て続けに首を負傷して緊急帰国する事態となったが、これはドラゴンスープレックスの破壊力を演出するためのアングルであった。しかし、上述の MSG での初披露後、控室に戻った藤波はもともと カールゴッチの弟子ということで警戒されていたところに、この技を使ったため、周囲から冷たい視線を浴びた、ビンスマクマホンシニアも複雑な表情だったと、10回しており、やってはいけないことをしてしまったと感じて、控え室での身の置きどころがなかったという。その後、この技は一時的に使用禁止となった。1985年、将軍 KY 若松率いる。 マシーン軍団との抗争でドラゴンスープレックスの封印を解除。試合終了後のコメントで藤波はタイミングが合えばアンドレダローが分投げると発言していた。ありがとうございます。